いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタクさんからご依頼です、ホロクロン2つとロードオブザリングのクローム1つですね、ホロクロンね、新作ですんで先にロードオブザリングいきます。クロームトリロジーですね。はい、はい、じゃあこちらね、一つね、開けます。パック数多かったはず。36か。書いてないもんだね。そういえば。ね、書いてないんだ。うん。まあ、12パックかけ3だと思います。書いてないんだ。あ、あった、ここにちっちゃくあった。36パックの5枚入りですね。はい、なので、ちょっとお時間ください、ね。で、サインカードが2枚と、コスチュームカードが 1枚が平均だったような気がします。一応今日発送できるように手配します。はい、その方がいいかなと思いまして。これね、まあ他のお客様のもあるんですけど、開封して、ちょっとヤマトの営業所持ってけばいけるかなっていう感じなので、はい、明日ね、元旦到着、はい、すると思いますので、よいしょ。お客さんにね、よろしくお願いします。もしかしたらね、なんか、まあ、箱のグループブレイクとかやろうかなとは思ったんですけど、結構品がもうなくて、結構ね、よいしょ。よいしょ。で、ホロクロンも、もう昨日と今日で終わってしまいました。まあ、たくさん、そんなにね、多くは取ったわけではないんですが、まあ、マンドロリアンの2もあるしなということで。よいしょ。あと、マスターワークの後なんで、やっぱりこうね、価格帯的に、まあ、上位陣もいるけど、当てづらいなっていうところは、ありますからね。まあ、ただレギュラーはホロクロンいいですね、とてもね。あとはスケッチが、アディショナルになっているところは非常にいいです。はい、では今日終わりました。よいしょ。じゃあここから行きましょうか。はい、じゃあ行きますと思ったらいきなりオートグラフだいきなりオートグラフだと思います。ひっくり返ってるわ。まあサイン2枚ありますからね。はい、せーの。お、カール・アブン、はい、エウメル、いいじゃないですか。と張り付いてるけど大丈夫。はい、おお、カール・アバン来ましたよ。おお、エオメルね、いいっすね。うん、若い、若いっすねカール・アバン来ました。あ、よかったよかった。結構ね、だからみんなさんこうね、
今もいい俳優さん、めちゃくちゃいい俳優さんになってますからね、参加されてた方々ね。ちょっと黒向けで張り付いてるところがありますね。よいしょ。まあでもそのべったりとかじゃなくて、こういう感じで見てっていいですか。前なんだっけ、サッカーのマルチパックこうやって見てたな。これひっくり返ってるけど関係ないね、パックだね。特にこの リフラクターとかそういうの今回はないので、よいしょ。よいしょ。パックの中でちょっと圧着しちゃってるぐらいかな。まあ、剥げたりはしてないですからね。バルログか。ね。あとサインがもう一枚とコスチュームカードという感じですね。いいっすね、ガンダルフね。よいしょ。カール・アーバンか、いいな。そう考えるとサインのメンバーってやっぱりね、ノンスポーツ系でも古いボックスとかって今思うとかなりいいメンバーだったな、なりますよね、うん。これは、あ、ガラ様怒っちゃった、激おこ激おこガラ様。この頃ってスパフラとかなかったですからね、また出してくんないかなと思ってるんですけどね。クローム同士こう同じ方向に入ってないから張り付いちゃってんだ。なるほどね。みんな一定方向じゃないんだ。だからだ。ね、一定方向に入ってたらそんな張り付いてないんですよ。で、ほら。ね。一枚だけひっくり返ってんだ。だからそれが表のカードとくっついちゃってる。で2列目、一応サイン1枚ね、カラー版来ました。向きは戻しておきますね、また貼り付いちゃうとあれなんで。でもこれ結局人間とホビットが、まあエルフもそうですけど、共闘して悪を倒すね、サウロンを倒す。でもその後またサウロンを蘇って今度人間とホビットが小競り合いするね。でもなんかそんなに大したってまあね、大掛かりな物語じゃない感じですからね。よいしょ。うん、まだないな。ねえ、スネアゴル君。よいしょ。
ラゴルンはかっこよかったっすね。で最後のところ、ここにじゃあサインとスケッチがあるかな、あと思ったらこれサインだ、こっちだ。はい、まあカラー版出てますからどうでしょう、せーの、ああ、はい、エルフのね、まあ到着した時にエルロンドねさんがお待ちしておりましたみたいな、まあ執事的なね役割でしたね。はい、まあこれでも2人ともおーっていうのなかなかないよね。ちゃんと1人はそこそこので1人はなんかああいたねっていうちゃんとそういうのを分けて入れてたの、封入してたのかな、どうなんでしょうね。たまたまなのかな。よいしょ。あとはコスチュームが1枚ですね。酒田に行くと彼が出迎えてくれるんですよね。エルロンドさんが激おこです。みたいな。でしょ。なんでホビットくんの？土足？みたいな。あ、コスチューム最後っぽいですね。ね、リフラクターとかあればよかったんですけどね、ないんですよね。箱に光り物でもよかったと思いますけどね。なんか光ると何かあったのかな、どうなんでしょうね。でも他のノンスポだと光り物とかあったんで、なんでなかったんだろう今でも思います。お、ギムリ。ギムリもいるじゃないですか。よいしょ。あ、で、コスチュームだ、ここ。こっちかな。せーの。よいしょ。おお、サムさん。はい。オーセンティックムービーメモラビリア。ちゃんとユーズドになってるのかな。ああ、ユーズドってちゃんとなってるわ。おお。サムのね、チュニック。うん。はい。フロド様。乾パン食ったの僕じゃないですみたいなねえ、よいしょ。あれホビットのあの乾パンってなんつんだっけな、名前忘れちゃいましたね。はい、ということでサインカード2枚、まあこれもねオンカードで入ってますからね。あとコスチュームが1枚ですね。よいしょ。でカール・アーバンですからね。
で、コスチュームは3ということでした。はい、エオメル、いいですね。はい、ありがとうございます。ね、じゃあ、次はホロクロンいきます。レギュラーカードも全部梱包してね。はい、今日。うん、まだ間に合うか。よいしょ。あんまりゆっくりやりすぎちゃった。締め切り終わっちゃう。はい、こっちはね、パックが開けやすいので。いいっすね、やっぱロード・オブ・ザ・リングも。リターン・オブ・ザ・キングはもうなくなっちゃったんですよね。先々週ぐらいにもう全部なくなってしまいました。もうちょっともないです。はい、あれも。今、トリロジー、ね、このクロームだけですね、あるのは。サインカードのシリアルがまあ100以下とかを引かないと結構厳しいのかな。さっきね、300とか500だったので、他のお客様は。ただスケッチカードがね、プラスアルファになってるっていうのは、まあいいかなとは思いますが、どうでしょうか。はい、じゃあ行きます、はい、あ、もうここで分かっちゃうんだ。なるほど、上位陣500も書いてないよね。ロビン・アトキン・ダウネスさん、ラッシュ・クロービス。あ、アニメか。なるほど、これどういうキャラなんですかね。新しい漫画のやつ、アニメの、ちょっとわかりませんが、はい、500尻のサインですね。で、ホロはホロとシリアルは分けておきます。オレンジですね。 C3PO ですね。43-99。アナキンのホロ、こう裏がね、非常に見応えあります。面白いですよね。あ、ひっくり返ってる。10シリ？あれ？インサートのシリアルだとひっくり返ってんの？ハンソロのだ。パープル10枚限定です。9-10。はい。小シリも出ますね。さっきも10シリ出ましたよ。グリーンが2枚とインサートだと、まあ、そのパックは終了っていう感じですね。で、ホロが2分の1ぐらいで入ってると。インサートと。で、インサートの小シリだとひっくり返ってる可能性が高いのかな。どうなんですかね。ね、一応ここ色見てますから。ね、通常ですもんね。うん。ホロ2分の1ぐらいですよね。で、ホロがないと、別の色がついてるものが出てくるみたいなね。あはい、タスキングよいしょ。お、ハンソロホイール、ホロかね、ホロクロンですからね。ホロなんだね。これジャガーさんでね。あ、女性なんだっけ、一応ね。ジャガーさん最近見ないな。ルークのホイール、スケッチはないか。なるほど、よいしょ。はい、で2箱目です。
ケッチがケース12で多分3か4ぐらいかなという感じなのかな。そっか、サインカードにアニメが結構いるのかな。そっか、アニメ見てないとちょっときついですよね。なのでマスターワークとかちょっと少なかったんですよね。あのゲーム系ケースティスとかあの辺がちょっと入ってたじゃないですか。いや、ハイテク出してほしいですよね、ハイテク。まあ、ちょっと限定、まあ、生産数を抑えたハイテク、ね。まあ、スポーツ系だとちょっとハイテクって人気がやっぱり薄れてしまったんですけど、スターウォーズ系とかだとハイテクは非常にいいと思いますよね。ただ人気がねやっぱあんまなかったっていうのも、まあ、ただそれは作りすぎただけだと思うんですけどね、自分は。あれはあれで良かったと思う、ね。はい、200個目いきます。あ、なるほど。はい、今度315です。はい。アニメは回避してるかな。アティーラ。ウェルダ、ワルダ。サグはアニメ？ああこっちか、ハンソロの方のあれだっけ。310枚、ああ315も書いてるんだ。やっぱギャラクシーチックですね、これ。なんかね、うん、でギャラクシーの方はパラレルってこの中の色が印刷で変えただけですもんね。ホローとかなかったですもんね。なるほどね。ギャラクシーの継承商品なのかな。もうカードの裏もそうですもんね。あのレギュラーカードの裏。ギャラクシーもこうやって数値化してましたし、グラフでね。あ、スケッチ来た、よかった。201で出てるよ。今日 PB してるの。うん、とりあえず。カラン・アーチャーさん、どうでしょうか。よかった。でもおーいいね。名前なんつったっけバウンティーハンターのね、一人。はい、ちょうどあの出撃前でしたっけね。ちょっとチュンチュンやってましたもんね、あのボバとね一緒に行くときね。めっちゃ走ってたんだっけ？あれ、トカゲくんめっちゃ走ってたよね。で、ボーが飛んでってね。はい、ボバの勝ちみたいな感じでしたけど。はい、サインとスケッチカードが2箱目出ました。今日 PB で2箱1ですね、出てんの。やっぱ結構出るんじゃないですかね。どうなんだろう、たまたまなのか。さすがにアディショナルもないよねパープルが10シリですけどね。ワンワンは金なのかな。まあここだけよく見ておけばってやつですからね。お、レイヤー修行中のね、強いっすねやっぱり。お、アキーナの 99?37 番。キャラトゥーン、ね。はい。ということで、2箱開封終わりました。ロード・オブ・ザ・リングの方もね、カール・アーバーのサイン出ましたし、こっちはまあ、サインはまあね、うん、
結構やっぱり当てるのは至難の業のレベルですけど、一応ねちゃんと実写系のが出ました。アニメじゃなくて。はい、サグワっていうの、それと一人はアニメの500シリの方ですね。これちょっとこの辺を回避しないといけないですね。アニメ見てないとね。はい、ということでロードオブザリングはこちらの3枚で、はい、スターウォーズ、ホロクローンはアニメと、まあ、実写のね注意の種族の、それとスケッチカード、ね、デンガーさんでしたっけね、はい、ダンガー、デンガー、ディンガー、そんな感じでしたよね、となりました。まあね、スケッチ1個は出たんでね。はい、じゃあまたねよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。